もう何年前になるか思い出せぬが日は覚えている。 車を押まった二十六日の晩、妻は下女を連れて、下屋マリシテの縁日へ出かけた。十時過ぎに帰ってきて、たもとからお土産の金粒と焼き栗を出して、世のノートを読んでいる机の隅へ、そっと乗せて、便所へ入ったが、やがて出てきて、青い顔をして、 机のそばへ座ると同時に、急に咳をして血を吐いた。驚いたのは当人ばかりではない。その時、世の顔に、全く血の毛がなくなったのを見て、一層気を落としたと、これは後で話した。明くる日、下女が薬取りから帰ると、急に暇をくれと言い出した。 この辺は物騒で、お使いに出るときっと嫌ないたずらをされますので、どうも恐ろしくて不気味で務まりませんと、妙なことを言う。しかし、見る通りの病人を抱えて、今急にお前に帰られては途方に暮れる。せめて代わりの人のあるまで辛抱してくれと、よしや、 まだ一回の書生にしろとにかく一家の主人が泣かのばかりに頼んだのでその日はどうやら思いとどまったらしかったが翌日は国元の親が大病とか言うわけでとうとう帰ってしまう駆け取りに来た車屋のばあさんに頼んで何でもよいからとア庵から連れてきてもらったのが という女であった幸せとこれが気立ての優しい正直者で最も少しぼんやりしていてタヌキは人に化けるものだというようなことを信じていたがとにかく忠実に病人の看護もし叱られても腹も立てずそして時にしくじりもやった。 蝶蕎鉢を座敷の真ん中で取り落として洪水を起こしたり、こたつのお下がりを入れて寝て、布団から畳まで計一尺ほどの焼け穴をこしらえたこともあった。それにもかかわらず、要は今に至るまで、このみ世に対する感謝の念は薄らがぬ。病人の容態は良いとも悪いともつかぬうちに、 歳は容赦なく暮れてしまう。新年を迎える用意もしなければならぬが何を買ってどうするものやらわからぬそれでも美代が病人の指図を聞いてそれに自分の意見を混ぜて一日忙しそうに働いていた大晦日の夜の12時過ぎ 障子のあんまりひどく破れているのに気がついて、街灯の頭巾を引っかぶり、皿一枚を下げて、森川町へ五輪の海を買いに行ったりした。ミオはこの夜三時過ぎまで結びごんにゃくをこしらえていた。世間はめでたいお正月になって、暖かい天気が続く。 病人も少しずつ良くなる。風のない日は縁側の日なたへ出てきて髪の折り鶴をいくつとなくこしらえてみたり秘うの人形の着物を縫うてやったり曇った寒い日は床の中で黒髪をひくくらいになったそして時々心細い愚痴っぽいことを言ってはよと美を困らせる。 妻はその頃、もう身重になっていたので、この五月には、ウイザンという女の代難を控えている。おまけに、十苦の大役だという。ミオが宿入りの夜など、木枯らしの音に混じる隣室の寂しい寝息を聞きながら、机の前に座って、ランプを見つめたまま、長い息をすることもあった。 妻は医者の間に合いの気休めをすっかり信じて全く一時的な気管の出血であったと思っていたらしいそうでないと信じたくなかったのであろうそれでもどこにか不安な念が潜んでいると見えて時々本当の肺病だって治らないと決まったことはないのでしょうねと こんなことを聞いたこともある。また、ある時は、あなた隠しているでしょきっとそうだ。あなたそうでしょとうるさく聞きながら、世の顔色を読もうとする。その祈るような気遣わしいような目遣いを見るのは苦しいから、バカな。そんなことはないと言ったらない。 と、邪けんな返事で打ち消してやる。それでも、一時は満足することができたようであった。病気は少しずつ良い。二月の初めには風呂にも入る。髪も言うようになった。車屋のばあさんなどは、もうすっかりご前回だそうで、と一人で決めてしまって、 そっと懐から感情が気を出して、どうも大変にお早く午前会で、と言う。医者のところへ行って聞くと、良いとも悪いとも言わず、何しろちょうどご妊娠中ですからね。この五月がよほどお大事ですよ、と心細いことを言う。 それにもかかわらず、少しずつ良い。月の十何日、風のない暖かい日、医者の許可を得たから植物園へ連れて行ってやると言うと、大変に喜んだ。出かけるとなって、庭へ降りると、髪があんまりひどいから、ちょっと撫でつけるまで待ってちょうだい。という、懐で押して、 ええへこしかけて、寂しい小庭を見ます。去年の枯れ菊が引かれたままで、哀れに朽ちている。それに、千代紙の切れか何かが引っかかって、風のないのに寒そうに震えている。蝶子鉢の向かいの梅の枝に、二輪ばかり満開したのがある。近づいてよく見ると、作り花がくっつけてあった。 大方病人のいたずららしい。茶の間の障子のガラス越しに覗いてみると、妻は兄弟の前へ座って、溶かした髪を握ってパラリと下げ、串を使っている。ちょっと撫でつけるのかと思ったら、自分で新たに巻き直すと見える。よせばよいのに、早くしないか、とせき立てておいて、 座敷の方へ戻って、横になって、今朝見た新聞を覗く。早くしないか、と大声で促す。そんなにせきたてると、なお出来やしないわ、という。黙って台所の横を回って、門へ出てみた。往来の人がじろじろ見て通るから、仕方なしに歩き出す。 半長ばかりブラブラ歩いて振り返ってもまだ出てこぬからまた引っ返して元来た通り台所の横から縁側へ回って覗いてみると妻が年替えもなき泣き伏しているのをみおがなだめているあんまりだという一人でどこへでもいらっしゃいというまあともかくもとみおが透かしなだめて やっと出かけることになる。実にいい天気だ。人間の心が蒸発して霞になりそうな日だね。と言ったら、一件ばかり後、セッタを引きずりながら大義層についてきた妻は、ええ、と気のない返事をして、無理に笑顔をこしらえる。この時初めて気がついたが、 なるほど、腹の海のところが、人並みよりだいぶ大きい。歩き方がよほど変だ。それでも、トーニーは平気でくっついてくる。ミオと二人でよこせばよかったと思いながら、無言で歩調を早める。植物園の門を入って、まっすぐに広いタラタラ坂を登って左に折れる。 穏やかな日光が広い円にいっぱいになって、花も緑もない地盤はさながら眠ったようである。温室の白塗りがキラキラするようで、その前に二三人懐で押して窓から中を覗く人影が見えるばかり。噴水も出ていぬ。水田もまだ冷たい泥の底に、 真夏の雲の影を待っている。温室の中からガタガタと下駄の音を立てて、田舎のばあさんたちが四五人、狐につままれたような顔をして出てくる。夜はこれと入れ違って入る。活力の満ちた湿っぽい熱帯の空気が鼻の穴から脳を襲う。 ヤシの木や琉球の場所などが、今少し伸びたら、この屋根をどうするつもりだろうといつも思うのであるが、今日もそう思う。ハワイという国には、肺病が皆無だと誰かの言ったことを思い出す。妻は小緑に死の反転の葉入った草の葉をいじっているから、おいよせ、毒かもしれない、と言ったら、 慌てて話して嫌な顔をして、指先を見つめてちょっと嗅いでみる。左右の回廊にはところどころ赤い花が咲いて、その中からのんきそうな人の顔もあちこちに見える。妻はなんだか気分が悪くなったという。顔色は大して悪くもない。 急に生暖かいところへ入ったためだろう。早く外へ出た方がよい。俺はもう少し見ていくからと言ったら、ちょっとためらったが、おとなしく出て行った。赤い花だけ見て、すぐ出るつもりでいたら、人と人との間へ挟まって、ちょっと出損なって、やっと出てみると、妻はそこにはい犬。 どこへ行ったかと見回すと、はるか向こうのあずま屋のベンチへ力なさそうに持たれたまま、こっちを見て笑っていた。縁の静けさは前に変わらぬ。日光の目に見えぬ力で、地上のすべての活動をそっと押さえつけてあるように見える。気分はすっかり良くなったというから、 もうそろそろ帰ろうかというと、少し驚いたように世の顔を見つめていたが、せっかく来たから、もう少し池の方へでも行ってみましょう、という。それもそうだとそっちへ向く。崖を降りかかると、下から大学生が2、3人、黄色い声で、アリストートルがどうしたとか言うようなことを、 議論しながら上がってくる。池の小島のあずま屋に三十ぐらいのメガネをかけた品のいいサイ君が海軍服の男の子と小さい女の子を遊ばせている。海軍服は小石を拾っては氷の上へ滑らせて心よい音を立てている。ベンチの上には主役所の藩士が広げられて その上にカステラの大きなキレが乗っている。あんな女の子は欲しいわね。と妻がいつにないことを言う。出口の方へと崖の下を歩く。何の見るものもない。後ろで妻が、おや、どんぐりが。と不意に大きな声をして。 道脇の落ち葉の中へ入っていく。なるほど。落ち葉に混じって無数のどんぐりが、いてた崖下の土に転がっている。妻はそこへしゃがんで、熱心に拾い始める。見る間に左の手のひらにいっぱいになる。世も一つ二つ拾って、向こうの便所の屋根へ投げると、 カラカラと転がって、向こう側へ落ちる。妻は帯の間から判決を取り出して、膝の上へ広げ、熱心に拾い集める。もう、大概にしないか。馬鹿だな。と言ってみたが、なかなかやめそうもないから、便所へ入る。出てみると、まだ拾っている。 一体そんなに拾ってどうしようというのだと聞くと面白そうに笑いながらだって拾うのが面白いじゃありませんかというハンケチにいっぱい拾って包んで大事そうに縛っているからもうよすかと思うと今度はあなたのハンカチも貸してちょうだいというとうとう 世のハンケチにも何号かのどんぐりを満たして、もうよしてよ、帰りましょう、とどこまでもいい気なことを言う。どんぐりを拾って喜んだ妻も今はない。お墓の上には苔の花が何べんか咲いた。山にはどんぐりも落ちれば、日踊りのなくねに、 落ち葉が降る。今年の2月、開けて6つになる忘れがたみの蜜蝋を連れて、この植物園へ遊びに来て、昔ながらのどんぐりを拾わせた。こんな些細なことにまで、遺伝というようなものがあるものだか、蜜蝋は非常に面白がった。5つ6つ拾うごとに、 息を弾ませて世のそばへ飛んできて、世の帽子の中へ広げたハンカチへ投げ込む。だんだん獲物の増していくのを覗き込んで、頬を赤くして嬉しそうな、溶けそうな顔をする。争われぬ母の面影が、この無邪気な顔のどこかの隅からちらりと覗いて、薄れかかった昔の記憶を呼び返す。 お父さん、大きなどんぐり小。小芋、小芋。小芋、小芋、小芋。みんな大きなどんぐり。と小さい泥だらけの指先で、帽子の中に類々としたどんぐりの頭を、一つ一つつっつく。大きいどんぐり。ちいちゃいどんぐり。 みんな利口なドングリちゃんと、でたらめの昇歌のようなものを歌って、飛び飛びしながらまた拾い始める。要は、その罪のない横顔をじっと見入って、防災のあらゆる短所と長所、ドングリの好きなことも、折り鶴の上手なことも、何にも遺伝して差し支えはないが、 始めと終わりの悲惨であった母の運命だけは、この子に繰り返させたくないものだと、しみじみそう思ったのである。